おみきでございます。ありがとうございます。いやいやそれこれからもちゃんとしていかないと、そこはもうあの日本の文化ということでね。そういうことね。ではちょっともう日本の文化よいよと。よいよと、よいよとするじゃねえよ。いやさか。いやユーサミさんという、はい、あのユーサミです。天才ミュージシャンと私は呼んでいる、あの昨年末に、はい、あの僕のまあ無謀な50にして何かにチャレンジをしたいなという、まあ、落語に挑戦をしようかというね、あのことをやってきたわけなんですけど、その時に、まあ、音楽弾き語りと落語というこの融合のイベントみたいなので、この人間のなんか喜怒哀楽というようなものをね、こう感じてもらう楽しいイベントをという、その時にまあおさみさんしかお願いできへんなと思って、僕がお願いしてですね、4箇所ありがとうございました。とんでもございません。私ごときで私ごときがやらせていただきました。なんでなぜなのか、鹿児島でまずスタートして、そうですね、鹿児島、大阪、青森、東京という。鹿児島緊張してたよね。鹿児島ね、鹿児島の緊張が懐かしいな。いやでもね、僕ね、実はまあこれはあのもう知ってると思うんで、別に生で撮ってるわけじゃないんで、うん、あの今日は実は言ってんか、12月24日ですけど、はい。だって俺はそうだ。これ今ちょっとでちょっとほっとした。こういうのを言うちゃいけんワードなんかな。あれウォーリーモーラーやな。だって俺今日12月24日で生なのかと思ったから、すごいクリスマスにしてきたから。俺髪の毛もトナカイにしていたんです。そう。なんかね、トナカイの要素はないのに、なんかトナカイっぽい感じがせんことないですよね。じゃあもういい、トナカイでいい、もうトナカイです。ねえ、で実は昨日、千秋楽ということで千秋楽でございました。でも僕ね、なんか今日、いまだにね、なんかこう、足がちょっとガタガタガタ震えてるんですよ。それ正座したからでしょ。そうかな。それからなんかね、ももこれ今座っててもね、ももの裏めっちゃ張ってて、なんかテニスボールをここに敷きたい感じなんですよね。テニスボール持ってきてじゃん。すごいもも裏張ってる。いやあれはきついよ、あの正座。あの正座ずっとだって、偉いなって思ったんですよ。あのほら僕昔の家がもともと三味線職人の家だから、正座してこうやってやるのにね、こうお尻に引いて正座で痛くないようにする正座椅子っていうのがあるわけですよ。でそれ使ってやったらって言ったら、そんなお客さんの前でそんなことはできひんよと。ほーで、もうあのちゃんとこうずっと正座して、ただ吐けるときにこうやってなんだよ。4回ともなってます。4回ともなってます。学ばないなこの人とか思って。一番ひどかったのが大阪の時やったから、だって全く立てなかったもんね。だってあれすごい長かったもん、あの時。いつまでやるのかなとか思ってた。大阪が長かったですかね、うん、昨日は意外とね、余分なやつ一つ、あのお弁当作るのが好きな子のためにっていう、あの話昨日だけだったんですよ。飛び込ました、あの振り込んだが。でだから長なったかなと思いきや、意外と短くね。そうだった。いや俺あの時あのもう本番直前になって、あそこのところで裏でギター入れてほしいとかまた無茶なこと言うから、なんか俺それで緊張して、どこでとかになったから、ウォーリーと二人でどこだここだここだってやってたから、なんかもう全然そこが分かってない。今これどこまで弾いたらいいのみたいな、ね、よく考えたらどこで切れてっていうさ、そういうのはないわけ。本当そこすごい考えてほしいわ。サミさんね、この辺のね、この辺のね、こんな感じでやってほしい、やってほしいねやって、俺もそこでちゃんとコンセンサスを取っておかなかった自分もいけないけれども、あのどこなのかなっていうのがよく分かんないし、うんって言っといて。それ僕ね、昨日ね本番中に思ったんですよ。あこのシェリーのこのタンタンタンってかかってきたら、あっ、サイサイバイ、ちょうどナイスタイミングで入ってくれたわと思ったけど、喋りながら、いつ終わるんかなって。で、俺、どこでこの終わりの木はどこで出るのかなと思ったら、ウォーリーがすごいこんななってて、あれ、そう、うん、終わり決めてなかったですよね。そう、ちゃんとして。ねえ、うん、本当に、もう。いやですけど。だって
本番の1時間前とかにそれまで決まっていた歌を変えてしまったりとかミュージシャンってそもそも結構そういう無茶ぶりって多いんですよ。無茶ぶりって多いからまあいいけど、ミュージシャン以外がされるとカチンってくるんだよね。でもなんか毎回そんなありましたけどね。毎回やったけど、すべてに臨機応変、臨機応変もよく出てくるんですよ。それさっきの先だと分かんないから。そうそうそう。四文字熟語で呪縛に行くはまってる。俺入れた。今。入れました。四文字熟語アプリ。もう四文字熟語苦手なの最近。四文字熟語なんて知らないから。そもそも四文字熟語なんて俺四文字熟語ぐらい知らないからね。うまいな。ないでしょ。四文字熟語という四文字熟語とか口八丁とか三つだった。あけどね、けどこれね、ほんまにね、めっちゃ例えば、明鏡止水とかね、それ知らない、なんか明るい鏡に止める水とか、明鏡止水だって。明鏡止水って誰か総理大臣が言ってたよね。あ、ほんまですか。明鏡止水のごとくなんとかかんとかでございましてとかっていうことを。そんなの自分らが聞いたことがないじゃないですか。でね、そういうね、めっちゃこんなん聞いたこともないかなっていうようなやつもちょいちょいこう出てくるの、その組み合わせ組み合わせ組み合わせでなんとかこう出てきたりする割にね、天下一品とかね、そんなも出てくるんですよね。天下一品ってまあ、いわゆる四文字熟語は四文字熟語なんとかね、ラーメン屋さんの名前、天下一品ですってさ、天下一品ってラーメン屋さんもさ、僕ら天一って言うじゃない、うん、で天一だけ取っちゃった時に、後が下品なんだよね。さ、こ下品の立場はとか思う。分かった分かった分かった、高野原。高野原、明鏡止水、高野原、高野原、高野原が横綱になった時に明鏡止水のどのこうの言うて、すごいですね、ようそんなん出てくるわ。だから誰かが言ったんじゃないか、これ言えよ、うん、高野原にこれ言えよ。いや、それを覚えてて、今これでこの話になった瞬間に出てくるところが、うん、ちょっと頭いいんだよね。つむじ6つありますしね。もう必ず毎回言うその話、もういいよ。そんなに面白くないし。いやいや、でも見たことないでしょ。つむじ6つあるんですよ。6つ。もう飲んでやろう。俺、相撲取りのセリフで覚えてる言ったらもう千代の富士の体力の限界ぐらいですよ。千代の富士はかっこよかった ね、 ね、うん、千代の富士の話しますか。千代の富士の話します。俺痩せてた時からファンだから。あ、うん、もう痩せてたって、痩せてないっていうか太ったことないじゃないですか。いや、その後もう筋肉だるまみたいになってたじゃない、肩割りしたからブワーってなって。え、やめてから、いや、あのだから後半の頃、大関ぐらいからすごい痛くなったじゃない、ムキムキやったでしょ、どっちかいうと、うん、そうそうそう。でもその前がもう本当に小娘ぐらいの時ってすっげえ小さくて、もっと細かったでしょ、ね、細かった細かった、そうしたっけね、うん、なんなら日和さんぐらいしかなかった。あ、北海道の人ですよね。そうですね、亡くなったんですね、三つぐね、あ、名前が、名前が三つぐ、あ、確かそうやったかな。そんなに千代の富士で引っ張らなくてもいいよね。そうですね。まあ俺の友達は昔おった横綱の三重の海の財布拾ったの僕の友達なんですよ。ほんなら中に80万入ってたって言ってました。でも入れてるでしょ、80万円ぐらい。入れてない、入れてない、また最近だとお金使わないじゃないですか俺も、うん、もうこれ だんだんこうなんかお金という現物がなくなっていく世の中になんか僕たちはちょっとずつちょっとずつこう慣れさせられてる今段階なんでしょうねこれね。ただあのどうなんだろうなって思うことがすごく多くて、最近何でもかんでもあのキャッシュレスキャッシュレスって言うようになって、いや確かに便利なんだと思うし、うん、それからあのお金を置いておくリスクを、うん、あのとかさ、そこにかかるお金を置いておくためにかかるお金とか、そういうのをこう排除すればいいのかもしれないけれども、うん、あの日本の場合は本当に何かあったら現金なくてどうするのって思っちゃわないですかね、うん、災害とかの時に、うん、もう電気通ってないし、あのスマホも通じないのにペイペイでとか言われてもなんかね、僕なんか最近本当お金使わへんわ。ちゅうかなんかあのこの見えないお金が動いてるだけで、ね、
で僕はちょっと特殊ですから、あの例えばこうクレジットカードで払うとこうポイント還元とかあるじゃないですか、うん、で僕はまあ楽天カード使ってますけど、で僕はあのちょっとこのカードのこうステータスがこう上がってきてね、うん、あのなんかゴールドだなんとかだみたいなこうして、うん、でまあ、あの新幹線乗るとかホテル代とかご飯食べるとかなんかそんなあの支払いみんなこうカードでしてると、これ結構な額はその経費として使うわけですよ、うん、経費として、まあ、です経費として使ってるんだけど、僕 3% のポイント還元があるんですよ、うん、だから楽天ポイントでね今80万ポイントぐらいあるんですよ、うん、すごい、すごいでしょ。てか俺何がすごいって使ってないとこがすごい。そうなん、そうなん、80万ポイント。この間このパーカーね、もうあんまり物買わないってか、ほとんど買わないけど、このパーカーちょっと気に入ってこれ JAL の日本航空の飛行機の中の、たまたまこのカタログ見たらあんなあんま見えんねんけど、たまたま見たんですよ。このパーカーがね、のっとって、あ、パーカーかと思ってたら、いや、ちょっとこれ面白いと思って、で、思わず買うたんですよ、これ。そしてね、何がおもろいかっていうと、これ、例えば僕なんかも新幹線の中でもこれ旅する人にぴったりのパーカーで、これ、例えばこう、この話、昨日もしてなかった。ああ、続けてないと、普通パーカーってこうでしょ。これ、ちょっと可愛いから向こうに。こだわりね、普通ね、パーカーって。けどこれね、寝るときにこの内側からさらにこう目隠しが起きる。誰か分からへんし、その、うちあえて両だれ垂らして寝とってもええやないですか。それになおかつ、そこでまたこう、サングラスとかもかけようかなと思ったら、ここにサングラスかけるこのなんか紐ついてますね、このなんか、輪っか。この辺あるでしょ。ある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 でしょ。これサングラスかけるやつ。ほんで、さらにが、この子にね、こう隠しファスナーついてるんです、これ、うん、この隠しファスナーから何を入れるかというと、今外してあるけど、あのこいつ用の空気枕がここに入るんですよ。それでこの枕をこのあの空気入れるこのしょっこのこうピコって蓋取ってこうチューってしてピテッするやつ、あれがここから出てくるの、この穴から。ここで空気入れるときここからこの中が空気パパパパって膨らんできて、高さになったところでシュッてきてペッてして、で抜くときはまたここでこの穴のところからペッてしたら空気シュッて抜ける。だからこうしてこれして空気入る枕入れたらもうめっちゃ寝れるでしょ。でなおかつ隠しポケットがあここにも、こことかはなんかパスポート入れるとか、だからこうそれ用のポケットがあって、このちっちゃいところはあの iPod とか入れて、それでこうイヤホンしてみたいな。それ俺にも買えって言ってる。いや別にこのパーカーの俺営業マンでも何でもないですよ。あの客室乗務員の人にね、うんうん、これええなぁ言うてね、うん、いいでしょって言う、うん、買うわ俺これって言ったら、うん、何でお支払いされますって言われて、何でお支払い、あの JAL の、 あのマイル持ってますけど、だいぶ溜まってますよって、アナも JAL も楽天もね、いっぱい溜まってるから、ほな JAL もいっぱいポイントあるからって言ったら、あ、それでじゃあって言って、だから僕はお金払ってないのに物が手に入りますでしょ。お金払ってないのはすごいね。そうでしょ。俺この間なんかギャップでさ、いろいろ下着だとかなんとかいろいろ買ってさ、ギャップ、うん、ああギャップ、ギャップ、そうそう、丸いでさ、買ってさ、で、あのじゃあポイントでって言ったらさ、あのちょっとポイントがまだ残ってたもんだから、じゃあこのぐらい使っちゃおうかな、ポイントで多分ね1万円分ぐらい買ったんだけどね、あのお支払いが60円だった。ああポイントが足らへん分が60円。そうで60円で買うた気持ちになれた。今だから俺は80万ポイントも持ってないぞってところを。なるわけですよ。だからそれで80万ポイント仮に使って買うたとするじゃないですか、うん、でその次にしばらく経ってまたチェックをすると、うん、ね、80万ポイントからパーカー分が減ったはずなのに、うん、次見ると81万ポイントとかで増えてるんですよ、うん、あれこないだ使ったのにっていうのに、使ったのにまたポイントが溜まっていくんですよ、うん、なんで買うてんのに金払ってないのに、うん、なおかつまたちょっと経ったらそのポイントを上回っていくでしょ、うんうん、ね、皆さんそうやってね、お金持ちにはお金が回ってくるってこれすごい重要なところなんですね。いやだからもうね、本当に今
お金を卒業する時期が人間に来てるのかな。怖いなって思わない？だって俺オーストラリアの話だけど、カードを2回ハッキングされてるよ。ハッキングっていうのは知らんうちに何かやられる、ね、スキミングとかね、いろいろあるんだけど、まだ日本ってさ、これやっぱり正直やっぱり日本ってすごい遅れてて、まだ日本ってこうあれですか、サインくださいとか言われることあるでしょ、これ入れてくださいとかあるじゃないですか。オーストラリアっていうのは3万円ぐらいまでだったらピッてやるだけだから、普通のクレジットカードでね、だから本当にスイカとかああいうのでジュース買うみたいにピッてやるだけだから、だから誰もそのなんだろうカードここにとか言わないし、こうやってこうやってお金払う商品出してそこにあるからパッてやって終わりなんで、でもそれってどう考えたってやられるよなって思うんだよね。で実際僕は2回やられてるんで、でこんな防ぎようがないしね、ただただこうやってカードを持ってピュッてやるだけだから、だから知らんうちにやられるんだなと思う。そう、俺一回名古屋駅でね、新幹線の切符買うのにクレジットカードでいつもやるんですけど、でこうクレジットカード入れて暗証番号とかで買うたんやでしょうね。これでね、切符は取ったんやけど、カード取り忘れたことあるんですよ。これ新幹線に乗ってて、その時ね、名古屋で乗って広島で降りるんやったんですよ。ほんで広島で降りる直前に、あカードない、あの時俺抜かんかったんやと思って、ほいでね、広島で降りた瞬間にカード会社に電話かけて、僕ちょっと名古屋でほんのだから2時間ちょっと前ぐらいなんやけど、その券売機にのやつを抜き忘れた、でまだ2時間ちょっとのことなんで大丈夫やとは思うんですけども、なくしてしまったって、またそれか再発行もしてほしいけども、とにかくなくしたいうことだけ伝えとかんといかん思って、って言って電話したんです。中村さん、もう150万円使われてます。たった2時間ですよ、たった2時間だから後ろから、だって僕がカードを忘れていくなんて後ろの人も思ってなかったと思うけど、暗証番号4桁見とったんでしょうね。よう、それも覚えてあったんやろと思って、山田電機もうブワーこう出た。でも止められたでしょ、それ。だけどそれはもう保険で何もない、大抵その大パターンを持って、それまでの買っている傾向っていうのをコンピューターで全部作ってるんで、買ってる傾向が違うっていうことで止めるんですよ、買う会社。いや、でもそれはね、使われてたんだ。本当に、もう150万円分ぐらいの買い物をされてた。だけど、一応そのカードの中で入ってる保険かなんかが聞いたからかな。僕は別に何も損せんかったですけど、そのでもね、僕の持ってって2時間の間に買い物した人はもう丸毒ですよね。俺かな。いいなそれ。いいな。もう欲しいな、そんなカード。その後ろの人もほんまは新幹線の切符買うてどっか行くはずやったかもしれないのに、そのカードと暗証番号が分かったがために、多分どっか行く予定を遅らすかキャンセルかして、ふだ慌てて山田電機行ったんでしょうね。でもそれって犯人っていうんだ、やっぱりね、犯人って捕まった。いやいや、分からん、止まらんのじゃない。そういうの考えた時にやっぱりなんかそのキャッシュレスとかってどうですか。今さっきも話したけど、じゃあオーストラリアってピッてあるだけで 2,3 万円も使えるわけですよ、で僕はどっかで起こってじゃないですか。で暗証番号もクソもないわけ、とりあえず拾って、おカードだピッてやればもう誰でも使えるものだから。で僕の場合はここもしかしたら日本と違うかもしれないけど、その使っている対象がね、こんなところでこの人はこれは使わない、例えばマクドナルドで使うとか、ここで今までこの人はマクドナルドでこういうものを使ったことがないとか、そういうので一旦オーソライズしてもそれを保留にしとくのよ。で連絡来るの、これは買いました、あえて。そう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 、じゃあ珍しいもん買われへんですね。なんかそうそうそう、だからなんかこう本当にキャッシュレスとかって大丈夫なのかなとか思っちゃうんだよね。臆病さ、臆病だから、臆病様だから。それデビットカードじゃん。デビットカードではないです。ではないクレジット、でもデビットカードでも一緒。クレジットカードも基本的にはそのクレジット。僕はあんまりデビットカードっていうのがよく分からへんけど、クレジットカードで一緒みたいなものでしょ。デビットカードって日本ってどうなったんだろう。分かってどうなったの。オーストラリアの場合はもう普通の銀行のカード、バンクカードあるじゃないですか。銀行のカードがそのまんまクレジットカードで、なんだスイカとかみたいにピッてやると使えると。クレジットカードでも銀行のキャッシュカードでも一緒。その辺は。
ていうね。ただポイントつかないってだけで。便利にどんどんなってどうなっていくんでしょうかね。便利なのかどうかがちょっと微妙だなとか思って、だからあんまり便利ってどうなるかなってすごい思うじゃないですか。そうやって考えた時にこうやってやってここからこうやって出てきてこういうのが本当に便利なのかどうかっていうのは僕は分からない、うん、だってさ普通に考えるのよ、こうやってこうやってこうやってやってこうやってやって口開けてよだれを垂らして寝てることって年に何回あるかなと思った時にそれは本当に必要なんだろうかとか思う。決してディスるわけではないですねえ。けどまあサミさんのようなこう便利な時代が来たとしてもやっぱりこの生のライブ感とかみたいな、そうなんです、ああいうもんは余計クローズアップされるんじゃないですかね。本当にそうなんだろうと思った、ね、この間この間っていうか僕ほらめったにワンマンのライブ以外ってあんまりしないんで、うん、あれなんだけどこの間その、まあ、ミスチルの桜井さんの関係で一緒にやった若い子たちっていうのがシーケンスって言ってね自動演奏とこうバンドを合わせてやるわけですよ。それはそれやっぱりかっこいいと思うし素晴らしいなと思うわけ。ただ全く生でギター1本だけですっていうものに対するお客さんの目っていうのが少しやっぱり違うんだなとは思いました。なんかこう作られた音と作ってる音みたいな違うんですよね。そう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 、まさにそう作られた音をこのままやってそこで出してるものと目の前でもうそのまんま生で音が出るものをそのままでやるものとの違いっていうのはお客さんっていうのは意外に敏感に反応するかなっていうのはありますね。なんかこの間どこだったかな、中学校で講演した時に、うん、高校か女の子で、うん、ちゃんと飲んでよ。ああありがとうございます。あとで僕のところ会いに来たらしいんですよ校長室で。で僕その時ちょっとすげえ予定詰まってたからもう終わる以内もう校長室入りもせずに帰ったとか次のとこ行かなあかんかって行ったらそこの校長室へ来た女の子が、もう行ってしまったんですかみたいな感じでなんか泣き出したらしくて、でもな先生実はその僕まあこう北九州の中学校高校を24校この秋回ったんですけど、ね、最後の最後全部終わった時に24校の校長先生とか教頭先生とかで最後にみんなで打ち上げみたいなことしようっていうのがあったんで、うん、先生またな1週間後ぐらいに中村さんに会うでって、そしたら私手紙書くから届けてみたいにして書かれて届いたその手紙に何やったかな私はその歌い手になりたいっていうね、うん、で歌い手って変な言い方やったことしか来られたの、すごいなんか女子高生っぽいなんかことでしょ、なんか、それはオレンジ女子高生から違う違う違う、オレンジ意味、ちょっと意味がよくわからないんですよ、これなんか僕読んでいい？え？僕読んでいい？ちょっと一応声に出して読んでもいいですか、うん、声に出して読みたい、読みたい読みたい読みたい、じゃあ朗読やと、僕朗読すっごい下手なんだよね、はい、中村文明さんへ、今日の話は私にとって一つの大きな出会いときっかけになりました。私が中村さんに手紙を書こうと思った理由は、あ、ちょっと待って、何これ読んでええか、まずいやつ、あ、どうやったかな、え、後で俺のことは好きですか、やめてこい、やったかった、いや、なんかね読んでまうの、俺読んでまうといかんかな、だけど、あ、そうだね、読まない方がいいね、うん、いや、だけど、この中でが多い。私の将来の夢は、うん、こうほら歌い手ですって書いてあるでしょ、うん、で YouTuber とは少し違います、うん、が、ネットの世界で活躍する歌手のことです、うん、そういうのがあるの、うん、あるの、うん、だからほら米津玄師君とかそういうのもそうじゃない、あの YouTube の中でだけ、うん、なんかそういうなんだろうじゃあオリジナルでない曲なんかを匿名っぽく出して人気が出てる子とかそういうのもいっぱいいるんで、あ、そういうことなの、うん、じゃあネットの中で人気者になったらそのリアルな世界にこう、うん、これたり行けたりするというどっちかだよね、そのまんまネットの世界だけで生きていきたいっていう人もやっぱりいるわけで、ああ、なるほど、その人はすげえ、どネットの中で有名になったりして見に来る人が増えると、うんうん、また広告料みたいなとかスポンサーがついてくれるようになったりとか、うん、でも彼女ほら YouTuber とは違いますって書いてあるね、うん、少し違いますが、うん、ネットの世界で活躍する歌い手、
歌手も。ああ、これは良くないね。両親に将来の夢について話したことがあるのですが、反対され私にはなれないと言われてしまいました。うん、もうね、本当ね、お父さんお母さん考えて、ね、そういうこと言っちゃダメだよ。そうですよね。だって知ってるわけないもん、そんなこと。うん、自分歌手じゃねえだろ。お父さんお母さんやったことない。そうそう、自分歌手じゃねえだろとか。うんうんうん、あ、そういうこと言っちゃいけないけど、お父さんお母さんだから。うんうんうん、まあ、大体親ってそうだもんですよね。そうなの。よう言うんですよ、公園の中でもね。ああ、かわいらしい女の子の勇気おるやないかと。だからえ、マジでこのタイミングで俺を置いていなくなる感じ？またね。手紙書くね。ちょっと今、俺どうしてもう喋れない俺。何かこう、お入れてくださってるこのギャラリーの皆さんのお一人が今ちょっと変えられましてですね、そうするとちょっとべっぴんさんな人で、それで今こう、ハートブレイクな感じで、ただスナフキンジョージュ先生みたいな感じですね。頼むよいいよ、ね、僕言うんですよ、うん、その、はい、ね、女の子らももし今日家帰ってお母さんに、実はお母さん私女優になりたいのとかね、嘘でもいいから言うてみて、多分言われるセリフは絶対無理、うん、あんた鏡で顔見たことあんのか、うん、あんた芸能界あんたが思ってるような甘い世界じゃない、うん、だいたいね、頭ごなしに反対されるっていうことから始まると思っといた方がいいよって、うんうん、だけど多分お母さんは女優さんにはなったことないはずやからって、うん、なったことのない、やったことない人のアドバイスを聞いて生きてたら自分の人生が何のこっちゃ分からへんなってぐらいなんですか、うん、だから、ね、あ、君たちはね、誰に相談するかっていうことをまず考えた方がいいよって、うん、やったことある人に相談すればやり方を教えてくれたり、うん、ね、そうやってすると未来予想図がこう近づくというかリアルになるとかね、そういうふうにして、だから誰に話すかなんよって言ってね、うん、いつも言うんですけど、もう今の女の子でもまさに、うん、それはそういうネット上の歌手なんて、そうね、お父さんお母さん全然わからないんですよね、うん、そもそもお父さんお母さんはそのネット上の歌手というものの意味がまず分かってないだろうしね、うん、どういうもののことを言ってるのかしら分からなくて、おそらく気分的にはみそら具合とか考えててそれで売ってるんだと思うから、そういう人たちが言うことで一つだけ合ってるのは、そういう世界ってそんなに甘くないよ、それだけだね。あ、それ以外はもう本当にあんたにはできないとかっていう親は気持ちは分かるんだけどね、大変なことさせたくないとかっていう気持ちは分かるけれども、どうかなと思うね、もう代わりに入ってたなんかもうね、中村文明、俺の扱いが雑だねねえ、もう一人美人がいなくなってテンションが下がったところに、一人美人がいなくなってすごいテンションが下がったところに赤塚さんだもん入ってきたと思ったら赤塚さん、赤塚さんで、またさらに今、そう、さらにテンションが下がったわけですよね。そう、しかも赤塚さんなのに今、青いもんあ、昨日のそのね、ダンゴとサミさんとの、はい、うん、この融合イベントも全部終わった、大忘年会を終えた翌日の、うん、もうみんな程よくお酒が残ってるような状態でね、はい、今日これをちょっと、あ、でもやっぱりね、昨日やっぱり正直僕は悔しかったですね、ちゃんと声が出ないとか、本当に申し訳ないなと思って。でも逆に、ね、数年の間に逆に僕それを舞台の袖からね見てた時に、なんかもう振り絞って頑張ってくれてるサミさん見てきて、もうなんか投げてきて、よしやっと4回目にして僕と近いかなで、僕の素人芸のこの落語、そのやっぱりね、お金払ってきてくれてる人が、ちょっと大したことないかもしれへんなってなるかもしれんけど、でもサミーさんの音楽でこんなに感動したからよかったわって言って、保険のつもりもあったんですねだけどなんかそれがこう、なんか今回4回目にして、今度は逆に僕がサミーさんの出るはずの声が出ないという、それをやっと俺が補う時が来たみたいなことを言うつもりやったのに、なんか出るなり泣けてきて、とんでもって余裕があったんですけどそれは言ってねえあれ言うといたらええ話やったんなったんねえ、ほんとにね、そこになんかこう
一つのなんか友情物語みたいなのができるじゃない、青春群像ができるじゃない。でも面白かったです。あの赤塚大名人にちょっとあのガソリンちょっと、あ、もうすでにもうすでにやらー一枚で持ってきたよ。赤塚先生先に行かせていただいております。あ、ちょっと失礼出したい。今あの撮ってる途中だ。あの乾杯しろよ。あの先輩に対する礼儀が、あ、なるほど。体育会系なので。体育会系何やってたんですか。僕ですか、サッカーとかサーフィンとか。あ、サッカーとかさ、そうか、オーストラリアサーフィン。サッカーってやっぱすごいなと思ったのが、その人生で初めて日本帰ってきて、長年その自分のね地元にすごい不義理してきたから、なんか帰れないなとか思いながらしばらく帰らずにいて、である日その中学校の時の合同の2つに分かれた中学校だったんで、分かれた両方の合同、何合同同窓会みたいなのがあると。でそこにたまたま俺が日本に帰ってきてることを知ってたやつが連絡してきたら、僕はなんか死亡説が来たと思って、死んでるらしいみたいな人なんで、いや、あいつ生きてるよみたいな話になって、で僕が来るのがもうその同窓会の目玉みたいになってたんで、それでそこで会ったサッカー部の友達から、サッカー部の OB 会やってるから、でサッカー部の OB 会に出て、おお久しぶり久しぶりになって、でその後埼玉県の桶川市ってとこで、初めて凱旋ライブとでも言うんでしょうかね、桶川市民ホールっていう750人の会場でやった時に、中学校のサッカー部の先輩とかがいっぱい人集めてきて、サッカー部だけで80人来た。サッカー部素晴らしいなと思ってた。そこサッカーが素晴らしいわけじゃないか。ユーサビさんの自慢話。うん。あ、ありがとうございます。まとまりました。ありがとう。僕の話は大体半分が自慢なんで、3割は覚えてないから。サーフィンすげえっていう話ですよね、これきっと。サッカー。いや、サーフィンの面白さが僕いまだによくわからないですよね。この波に乗る。僕もそんなに上手ではないので、本当に上手な人たちのその。楽しさっていうのは僕は多分わからないと思うけど、でもじゃあ例えばね、波って皆さんの方にこうやって来るものしか見たことないでしょ。サーフィンってそっち側からこの波の後ろにいるから、後ろから波が来て向こうにドーンって落っこってくるのが見えるわけですよ。で上から後ろからバーってくるとダーって上がってきて、それで、あ、乗れないなって思ったらこれをやり過ごすわけだけど、やり過ごすと自分を超えて波が向こうにドーンと落っこっていく。で、ドーンって落っこった向こう側にゴールドコーストの街がブワーって見えるわけです。これはすごい綺麗。それからゴールドコーストって言葉があるじゃない。これそもそも、朝日が上がる海なのね。朝日が上がる海で、サーフィン基本的に朝のスポーツだから、朝5時だ、6時だから行くわけですよ。そうすると、こうやってダーってパドリングって言うと、向こうから波が来るのを向こうにこう越えようと思って一生懸命行くわけじゃない。そうすると、向こうからうわーってきた波が真っ黒に見えるの。影で、影になっちゃってるから。向こうからうわーって朝日が来るから、朝日が来るところにボーって上がってくるんで、真っ黒い山みたいなのがドーって上がってくるわけです。で上がってきて、これをこうやって越えて越えて、あるいは下通るなりして越えて、向こうにバッて出たときに、その朝日がボーンっていうのがゴールドだから、ゴールドコースト。あら、かっこいい。だから、基本にやっぱりその浮気2発入れられましたよ。だから基本その何だろう、上手だとか、それは上手になったら上手になったら方が絶対楽しいんだろうと思うけども、上手じゃなかったってただ海の上でぷかぷかやってるだけで嬉しかったりとか、いい波を一個バーンって乗った時にやったーって思った瞬間に、向こうからこうやって来るやつがすごいの行ったじゃんみたいにおーってやってくれたりとかするわけ。もうステージだよね。そういう楽しさがあるんですね。楽しいですね。なんかあれ、こう例えばちょっと上空から見たら、めっちゃチマチマしてません？なんかこのすごい広い海の、端っこのジャー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 チョロって言ってチュルチュルチュルって乗ってまたさ、はぁーいいな、またチャーってチャー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 ってもうこうやってまたシュ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 って乗って、ちょっと高いところから見たらチマチマしてまんなーみたいな。しかもそのちょチマチマしてるところ、ここのところにイルカがボンって来たりとかするんだよ。いかに人間が小さくて世知辛いものなのかっていうのがよくわかるでしょ。そういうことがわかるスポーツなんだね。
でもそっか、全て上から見たらチバチバしてますよね。ですね。ゴルフなんかもっとチバチバしてますよ。チバ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 してるよ。ちっちゃなボールをちっちゃい穴に入れてね、こんな小さいんだよ、ね、こんな小さいやつをさ、こんなんでこうやってもうどうかなと思う。もう結構面白いけどね。ゴルフもされるんですか。してました昔は。ただなんかさ、じじいな話になるけど腰悪くしてやめましたよ。そうなんだ、うん、でもちまちましてるよね。でもそうですよね、うん、野球とかもね。ちまちましてますよ、ね、一番ちまちましてないスポーツって何。ちまちましてない、うん、一番なんかダイナミックなスポーツって何やろ。ちまちましてないスポーツ、スカイダイブ。相撲って言ってる人がいて、相撲もちまちましてますよね。狭いとこででかい門同士が、ね、枠から出たかどうかぐらいのルールで、ついたかどうかぐらいのことで、しかもどっちが先を見てほしいからだもんね。なんかちまちましてるよね。けど相撲なんかは勝ち負けはっきりしてるけど、うん、俺ねサッカーがね見てて、俺サッカーしたことないから、はい、なんかねあのうとかなんかこうやるなんか全然まだ堂々とせえや、堂々とととかこうなんかくの字になってこう声かけたりするじゃないですか、うん、あれはどうもなんか、あれは要はそのボール持ってないところで蹴られたを一生懸命アピールしているんですね。だからサッカーのそういうのを見た後にラグビーを見るとなんてせこいセポーツなんだろうね。ラグビーの方がセコい。いやラグビーはすごいじゃない。あラグビーはすごい。でもねラグビーすごいなと思ったのが、俺サッカーやっててラグビーの選手にまあ、昔日本のワールドで活躍してた、うん、トンガ代表の選手がいてね、でロニーマラコって言うんだけど、でロニーにラグビーは危険だよねみたいな話をしたわけ。そしたらいやサッカーの方が全然危険だって言うんだよね。いやそんなことないでしょ、どう考えたってラグビーの方が危険でしょって言ったら、いや絶対サッカーの方が危険だ、だってサッカーの選手でこんな首のやついるかって言われたの。だからもともとのラグビーはああいう危険なことをすることを前提でやってるから、みんなそれに対して訓練してるから大丈夫だけど、サッカーはあんな細い人間があんなスピードであんな風にぶつかったらあんな危険なものないっていう。サッカーが一番毛が多いでしょ、ね、多いと思うねえ、うん、もう6個って毛足でね、うん、蹴ってね、うん、サッカーで怪我ってやっぱりすごいのあるからね、うん、僕中学生の時にまあ、女性の方のようなかなかわからないことでございますけれども、うん、僕フォワードってね前の方だったわけで、こっちから来たバックスの選手に思いっきり行かれたことがある、うん、で思いっきり行かれてそのまま気を失うわけだよね、うん、で気を失ってで救急車で運ばれてで病院に入ってで3日入院したのかな。そうするとそのこの人がですよ、うん、この人がアボカドお二方のお二方の左の方が左大臣、そう左大臣が俺の左大臣が左大臣がもうねもうすごいんだよアボカドみたいになるの、色も、完全にこういうあって完全にここに一本ピシッと線を引いて、こっから下がアボカド、あこっち右大臣ですか、こっち右大臣、あこっちが左大臣、そうですね、そうですね、完全にアボカドの状態になります。でそれをちょっとでも触ろうもんならガーンで3週間ぐらい待つ、待つかな、そんなになるんですね。もうまた始まった。これね、僕とサミーさんこうやって喋り出すとね、どっちがどんなおもろい怪我をしたことがあるかっていうね、そういう話にいつもなってしまいますよね。なりますね。ね、競い合うように、うん、なんかそこだったら負けたくないもん。ね、もうほんまに本気になってきますもんね。でも俺、右大臣と左大臣がそんなことの経験はないな。すごいですよ。なんかちょっと野球のボールちょっとポンって当たったぐらいで、もう飛んだぐらいで終わりました、ね、野球のボールとかって結局ポンって流れていっちゃうでしょ、うん、で結局さすがにさ、この左大臣が言ってたよ左大臣に対してボールがこのぐらいの大きさがあって、でそんなに
にこう本当にいい状態で直撃ってなかなかないわけだよ。いい状態ってどういう状態ですか。すごくこう逃げ道のない、そう、まあ芯に当たるってことですね。なんかこうこう行けばこう流れるし、あ、なるほど。じゃこうジャストニートってなかなかないじゃない。両方ちょっと、うん、こっち、うん、じゃ多少のこう動く範囲があるし、そうそうそう、ね、やっぱりこっちも小さいから、それに対してこの左大臣に対して足だからね、しかも下から来るから、ね、逃げ場がない。ああ、逃げ場がない。上に、うん、こう潰される感じの。この逃げ場がないところでやられたことの自慢。うん、なかなかできないですよ。この怪我自慢が始まるんですよ、お互いの。いつやらもう昼飯食うてて、夕方までこの話で頑張り合いましたよね、なんかね。なんかでここが割れた話とかで。その話はもういいんじゃないか。あまりにも恥ずかしいから。欲しい。顎割れ事件な。あれなんでしたっけ。あれだから僕やなんだよ。ミュージシャンになる前にルビドングループフェンディっていうブランドの店員だったんだけど、その時にこのビニールテープってあるでしょ。ガムテープのビニール版のやつ。はいはい、であれをこうやってこう貼っていくやつあるじゃない。うん、こう絵があってここにくっついてて、ここからやってこうやってやってピーって剥がれてます。あ、こうほこり取るやつ。ちょっと違うんだよね。これここにパッてやってダーってやるとテープがダーってなるやつ。 あれをこうやってやろうとしたらこれが出なくて、あ、テープが思うように出なくて、うん、あれこれ出ねえなと思って、出ないなと思って、これおかしいなと思って、これ俺踏んでこうやってうんってやったらパチンって切れて、パチンって切れた後のこの絵のところがガーンって当たったんで、これガーンって当たった瞬間に一瞬脳震盪を起こして、でガーンって当たってうーってなって倒れたんだよね。それであと思ったらここからすごい血出てて、でそこにセキュリティの人とかうわーって来て、大丈夫かって言って、なんか医務室とかに連れて帰ったんで、それが一部始終が防犯カメラに映ってた。で戻ってきたらみんな大笑いしてて、何かなって思ったら、こう見てにって言って、俺その防犯カメラのこのとこにこうやって映ってて、こうやってやってて、こうやってバーンってやった瞬間に倒れていくの、顎やられて、その傷がここにもまだあります。そのことそのこと、縫うたんですか。それ縫うた、パカッと割れガーンって割れるんです、顎は。僕の友達がかぶっていいですか。うん、もう終わりました、一応終わりました、すっきりしました。すっきりしました。もう怪我の話はしない、一生しない。顎割れるというテーマでちょっと残らせていただくと、うん、はい、僕のこう友達でね、和食のこう職人さんがいて、もう面白いし、もう面白い。なんでですか。真っ白のこうサムエを着てね、こうでもうほんま寡黙に仕事する人で、仕事中めちゃくちゃ真剣なんですけど、終わるとねもうすっごい酒飲んで弾ける人なんですよ。ほい、うん、である日その自分ところの仕事終わって僕ところの店来て、で夜中に悪乗りし始めて、みんなで、ほいでその人ね、髪の毛入っちゃいけんっていうのもあって、もう完全にスキンヘッドなんですよ。で頭の形がめっちゃいいんですよ。で後ろがねかなりこう絶壁なんですよ。ほいでね、あの時その容態勢いですよ。もうで僕ももう調子になってて、でおもろい女の人たちがおって、でその人たちとこう話してる中で、その人の顔を女装したら結構似合うかもって言うて、表のこの普通の顔にこう最初は女装するっちゅう話になったけど、途中から話がねじれていってね、いや何やったら後ろへ顔描かへんっていうことで、絶壁やし描きやすいやんっていうことで、ただ描いた人がねめっちゃ上手でね、はい、こう髪の毛も描いて、で後ろへ顔描いて、で寒い部屋からいっぺん脱いで前と後ろ逆さまに来て、でこう後ろ向きで歩いたら、いやー普通に歩いてるみたいとかで、みんなで夜中大笑いしたんですよ。そしたらその人ね、いやー式は俺うちのやつ奥さんをねこれびっくりさせた、家今日はバックで入ってこう後ろ向きに笑わせるんやって言いながら、チャリンコ乗って帰ったんですよ、夜中。でチャリンコ乗ってね、でそのまま帰ったら5分も経たんうちにね、この白いサムネがね血だらけになって帰ってきたんですよ。どうしたんですかとか、車に轢かれちゃったよって、でもめっちゃ血だらけですやん言うてね、顎割れてるだろとかって、これまずいっすよって、ドクドク出てるしって、でなんでって、でも考えたらね、こういうことあったんですよ。こうこの交差点をね、こうなってるこの交差点のこの横断歩道を、要するにそのチャリンコでこう行くわけですよね、この
全然チャリンコに見えないけど、これでこう行くわけですよ。これはチャリンコじゃない。こっちからこう向こうに青信号になったからこう行くでしょ。けれど、この後ろからこう車がこう来たわけですよ。こう、でこの車をこう左折するんです。だけど、この人はこっちからこっち向いて走ってんのに、後頭部に顔書いてあるんですよ。ほんで、寒い逆側に行ってるから、この運転手は、顔がこっちにあるわけやから、向こうから来てる自転車と思うじゃないですか。だから、過ぎたら行けばいいわけでしょ。でも、過ぎたつもりで曲がったら向こうに進んでるから引かれてしまったんですよ。それはね、運転手を責めることができひんのちゃうかいうことで、ほんでね、もうこれがあって病院連れてこう、病院行こう、病院行こうってなったけど、ちょっと待って、顔消してから行かないと医者にお前ふざけてんのかよ、怒られてとか言うてね。まあ顎割れたから繋がった話で、まあでもさゲストより面白い話すんのやめて。だってなんかこれだって負けられないよ。だってあなたミュージシャンでしょ。俺ミュージシャンじゃない、俺しゃべりやから。だって俺の話よりトンチ聞いてるんだもん。だって一瞬みんな考えさせられるんだよ、ね、なんかでもすごい話だよね、それね。そうでしょ、うん、なかなかない。ないそこまでもトンチの聞いた話ってなかなかないもん。、うん、しかもつるっぱけなんだもんね。すごいな。やっぱり違うな、講師は。よかった、ミュージシャンで。ビートルズから久々がそもそもミュージシャンとしてのスイッチ入った始まりは何だった。吉田拓郎です。おお。吉田拓郎。吉田拓郎は薬なんかやってないからね。僕の知る限りって話だけど。でも22歳で作った歌詞とかやっぱりもうすごいわけですよ。だからやっぱり薬使っちゃったら負けかなって思う。あんな吉田拓郎みたいになりたい感じまで、うん、憧れかな。もうそのなんだろう、だから今でもあのワンマンライブで特別照明とかもいろんなことせずにスポットライトだけでステージにも何にも浮かずにっていうのは、昔吉田拓郎が椅子とマイクとギターだけでスポットライトだけでやってた、あれをかっこいいと思ってるから、だからあれになりたい。そんなにいろんなこう青だ赤だ、まあ、入れてくれれば嬉しいっちゃ嬉しいけれども、それがなくても対応できるミュージシャンでありたいっていうのがすごいありますよね。そんだけそのなんだろう、音楽そこでその単純に人間がギター持って歌歌って話して、それだけでスポットライトがあって、そんだけで確立できる世界で生きていきたいっていうのがありますね、まあ、やっぱり青春とは憧れからのスタートかもしれないね。ですよ。なんか何でもそうと思うんですよね、こう憧れるってなんか頭で考えることじゃないですもんね。なんかこう、だって憧れてしまったんやん、しゃあないかなっていう世界ですよね、うんうん。その憧れに対してどのぐらいそののめり込んでいくかって話なんだと思うのね。例えば僕らそのじゃあ吉田拓郎って言ったけど、そういう姿で歌ってるところがどうのこうのって言ったけど、俺は写真でしか見たことないし、そんなの最近になって YouTube が出てきたから、ああいうのが出てくるのは分かるけども、でも当時そういうふうにやっていたっていうのは写真でしか当時は見たことがないわけですよ。でそれでああかっこいいなと思った時に、音楽を聴いてこの歌を聴いて、歌聴いてるうちにここのところはギターに対して歌の周りからがこうなっているだとか、このメロディーに対してこういう歌詞が入ってるだとか、そういうのをすごい考えてるうちにどん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 その歌音楽っていうものにのめり込んでいくわけだよね、うん。そうするとこれは吉田拓郎に憧れたのではなくて、吉田拓郎の作ったものに憧れていくわけですよね、うん。でそっちに対してじゃあこの吉田拓郎がどんなものに影響されたと思うの、友上正人だ、岡林信康だ、そういうのを聞いてるうちにどん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 下がっていって、外国のブルースだとかそういうものにもつながっていくわけです、うん。そうやって派生していくわけじゃないですか、うん。そんだけだん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 どん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 掘り下げて掘り下げていって、猛烈な音楽好きになっていくわけじゃないですか。でそれの一番最初にやっぱり憧れがあるんだよね。ね。やっぱいろんなものこう触れない感じね、やっぱ、なんかこうちびっこのうちはね、なんかこうかっこいいなとかね、これになりたいなっていうね、それがなんか、ちびっこのうちはもそうだし、ミュージシャンとかなったり、ミュージシャンだの画家だのさ、いわゆるそのアーティストって言われるタイプの風になった人間っていうのが普通の生活をしようとしすぎだなって最近僕思ってて、村上ポッター秀一さんって、はいはいはい、ドラマのね、日本の日本の世界の村上ポッター秀一だよね、そのポンタさんに会った時に、お前は技術もあるし歌もうまいんだから遊べって言われた。で綺麗なものを見る、可愛いものを見る、かっこいいなと思うものを見る、
美しいなという景色を見る、旅行に行く、舞台を見る、映画を見る、音楽を聴く、そういうものに対して一切お金をケチるなって言われた。なんでかわかるかって言って、どの子供ですか、お前はこれはかっこいいよ、これは綺麗だよ、これはかわいいよ、これは悔しいよ、これは悲しいよを人様に歌で伝えるという役を職業として持った人間なんだから、それをしていくことがその職業に対する勉強だと。なるほど。座って言われたって言ったら、そんなこと言った覚えないって言われた。だいたいね、だいたい英語という人ってね、そういう人多いですよ、うん、え、そんなこと言うたきかなとか言ってね、そういう人多いですね。新春早々、そうそう、まあ新春というか、まあ年末にね、ほんまにいろいろとおっしゃる。これ YouTube ってさ、この話どうやって編集するんでしょうね。ね、ね、こんなに良かったの。テロップつけるとめっちゃ面白いね。あ、テロップつけるとおもろなんだ。テロップつけるとおもろなんですね、うん、要するにこのままではダメだということなんです。でも面白いです、面白いです。てか、はい、ご期待ください。大丈夫だったのこれで。もう完璧ですね。これでなんとかなるみたいな。はいはいはい、本当にすいません。なんかバババババババとか色なのこうなんかつけてくれるんですよ。まあそんな感じでどうぞ。ありがとうございます。来年も来年はあのユーサミ落語、そして中村ふみやき来た日がたいで。おお。嘘だから。そう。新春早々嘘ついてみたから。俺だって俺もギター弾いてみようと思ったことあるんですよ、うん、で禁じられた遊びをね、うん、一番最初に、うん、勉強するもん何やって言われたんですよ。あー、それ先生が間違い、うん、でそれをねやろうとしたその一曲もクリアできんうちに俺には向いてないわ。できるわけないもん、あんなもん最初から。そうでしょ、うん、一番最初はアリスのチャンピオン。つかみかけたらよう金金。あれか、今年はアリスから頑張りたいと思います。ありがとうございました。